更地駅は、岐阜県揖斐郡大野町にあった、名古屋鉄道谷組線の駅である。駅の傍らには、桜の木が植わっていて、桜の名所として知られていた。谷組線が前身である、谷組鉄道の路線として1926年に開業した当初より存在した駅である。当初案では当駅が稲富駅となり、当駅や赤石駅間に2本のトンネルを通して短絡することが予定されていたが、資金不足により短絡案は放棄された。開業線のルートに変更された際に、寺内駅予定地東方に稲富駅が新たに計画され、それに伴い、当駅の駅名は更地に変更された。開業時より交換可能駅であり、翌年の谷組山華厳寺11面観世音菩薩、御開帳に伴う臨時ダイヤ策定の際にも、当駅での交換が検討されたが、駅間距離が適切でなかったために当駅の交換設備は使用されず、稲富駅を移設、交換駅化して対応した。貨物側線も存在したが、輸送量は少なく、1931年には輸送量が0になっていた。単式一面一線。かつては島式一面二線の列車交換設備と片面一線の貨物ホームがあり、駅舎も存在した。晩年、使用されなくなった貨物ホームの残骸は民家の畑と化していた。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年。651から653ページ。廃止から10年、岐阜の電車。名鉄のおすすめ。名古屋鉄道。2016年6月28日閲覧。大島一郎、谷組戦争の歴史とレール、岐阜新聞社。2005年、17ページ、19ページ、27ページ。ISBN 978から48億7797万963。大島一郎、谷組戦争の歴史とレール、岐阜新聞社、2005年、37ページ。ISBN 978から48億7797万963。ABC 大島一郎、谷組戦争の歴史とレール、岐阜新聞社、2005年、186ページ。ISBN 978から48億7797万963。地方鉄道運輸開始、官報1926年4月13日、AB、岐阜のちんちん、電車岐阜市内線富野町、揖斐、谷組線の85年郷土出版社、1997年、220から230ページ。ISBN4 から8767000974。ABC 大島一郎、谷組戦争の歴史とレール、岐阜新聞社、2005年、187ページ。ISBN978 から48億7797万963。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、882ページ。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳7東海、新潮社、2008年、53ページ。ISBN 978から4から10から79万25から8。電気車研究会、鉄道ピクトリアル通貫第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、付図、名古屋鉄道路線略図。ありがとうございます。